ハロー、あくんです。なーちゃん、ママでございます。今日はね、私の事務所に子供たちが遊びに来てるので、このまま動画を撮りたいと思います。ということで、なーたん、うん、改めて入学おめでとうございます。もうね、1週間近く学校行ってからもう時間が経っておりますが、そろそろね、勉強、算数とか国語だよね、うん、そう、算数や国語をもう勉強しだす頃なのですが、なんとなーたん、勉強が得意でね、俺より得意かもしれない。ちょっと兄弟初かもしれない。保育園の頃から足し算が大好きで、問題をね、出して出してって言って答えられちゃうんだよね、うん、はい、ということで今日は小学校1年生1学期のレベルではない算数の問題を出してみたいと思います。じゃじゃんじゃじゃん、問題1でございます。いっくんがリンゴを5個持ってきました。まい、うん、ちゃんはリンゴを4個買ってきました。4つ、ね、答え、家にはいくつのリンゴがあるでしょうか。じゃあやるよ。はい、大きく書いてくださいね。はい、これまいちゃん、のじゃねえ、のって言わないの。まだね、数字の練習もこれからなんでね。うん、うん、ほら9だよ、9。あ、9お、のこじゃないね、間違えちゃった。9だ、間違えちゃった。はい、答えが9個。ピンポン。のこです。9個です。じゃあ次の問題。はい。あ笑わないで、これ問題ですからね。はい、俺が下着を、ね、ちゃんと読んでください、ちゃんと。パンツを3枚履いてきます。どういうことですか。はい。大ちゃんがパンツを6枚かぶってきました。どういうことでしょう。まいちゃんが4枚洗濯しました。うん、洗ってないパンツは何枚ですか。これは難しいね。まあ、7ですよ、言うときよ。これは引き算です。知らねえ。じゃあまずこことここを足しましょう。3、え、9。そうだね、9-4 は、だからそういう勉強までしてないんだって。いいんだよ、じゃあ9本からこの指を折ってください。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、5枚、5枚って書けるかな。おー、見えるね。はい、ということで、あっくん、答えが5枚合ってますか。はい、2問目も出たー。おまけ見えてた。続いての問題、じゃじゃん。カメラマンが3000円のプリカを買いました。好きですね。そしたら俺も買ってほしいとお願いして、5000円のプリカを買ってもらいました。ナータンはいくらのプリカが欲しいですか。この問題を解けたらすごいと思います。1年生1学期レベルではございません。え、これ俺でもわかんないんだ。これ難しいでしょ。難しいでしょ。これ何算さして教えて。何算じゃない。これは答えられるかな。プリペイドカードのいくらのやつが欲しいですかってただ聞いてるだけの問題なんですね。これ足し算なのか引き算なのか、なんだじゃない。アクアどうしても算数に従ってますが、算数ではございません。アクンと同じ金額を選ぶのかな。アクン、ナータンは9000円のプリカが欲しいそうです。カメラマンさん、カメラマン買って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 私に許可してください。あ、わかりました。以前それで痛い目見ました。え、これで終わり、はい、3問目も正解ですね。じゃあ正解でございます。続いてはこちら、じゃ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 ん。こういうの、さあさあさあ、この問題、桁が1年生レベルではない数字もあります。おいおいおい、ヒントなしでどこまで書けるのか。はい、ちゃんとすごい、いくつですか。これもやりたいな。 8? うん、ってことは18苦手なんだよね。あくん、文句言わないでください。これ10ビックリマウス。
やべ、まあ、それはボーカルミート M ですね。ちょっとね、数字やひらがなはまだこれからだ。いや、違うよ、あれマックだよ、マックの。オッケー、じゃあ次行きましょう。待って、あ、これ簡単、これ簡単。これはナスですね。ナス言わないで。びっくりマーク、お尻、ナス、これは普通だね。俺手使えばそんなに余裕のよっちゃもあれ、これできる。できる？やってみて。先そっちやってみ。そっちやって。おい、これ7とか言うのよ。あっくん。これは、杖だね、杖。197。山さん、私の子で間違いないですよ。はい。こういうのなんて言うんだっけ？カエルはカエル？違うわ、逆だわ。カエル。カエルの子はカエルは同じようなのが生まれるってことだよ。トンビが鷹を産むみたいな。わかってなさそう。山さん、6じゃん。トンビが鷹を産む。まさにこういうことです。いやかましいわ。すごいね、でも7合ってるよ。今のところ全部合ってます。最後、いや、これやだよ。なら最初に6と8足してみな。6と8、覚えておいて。60足す70はいくつ？120。おお、惜しい惜しい。121。130です。はい、試しにですね。あれ、くっさ、あっくんの筆算。あくん、これなんていう数字かわかる？140数ですね。なんですか？140数。ということで、ここの答えは数だ。あれ、また140数になっちゃった。はい、ナタン全問正解になりました。拍手拍手。本当にナタンは私の子なんですけども、まあ頭のね、出来がやっぱこう私に似なかったというのは証明されましたね。あっくんも頑張りましょう。今度はあっくんに面白い問題を出していきたいと思います。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。動画見てくれてありがとう。ありがとう。インスタもやっているのでそちらもよろしくね。チャンネル登録よろしくね。ピカン。バイバイ。